えー、皆さんこんにちは、えー、統計資料スピードマスター道場を担当している小松です、えー、今日はねこのスピードマスター道場ね統計資料スピードマスター道場がどんなね中身かっていうのを簡単にご紹介しようというふうに思ってるんですがあの本当に最近の学科試験難しくなってますよねで特に1問目2問目あたりに見たことない統計が出てるじゃないですかまあそんなことあと20問前後で、ね、よく出てる統計とかあるんですけど皆さん あの例えば情報集とかねその競技会さんが出してるやつとか見てこれ見てもどこ見ていいんだか分かんないとかあとねよく見てみるとこの中には未公表ですとかあと1年前のデータなんでちょっと明らかに古いなとか今特にコロナで純粋動いてますからねみたいなことがあるでしょっていうねそういったことなんかも含めてあの今回のこの講座でわ私がね目標にしてるのは なるべくあの新しい講座でなるべく試験に出てることを中心にただあの新しい統計とか全部網羅してるときりがないので何ていうかな見たことないあの統計に関しての想像力とか類推力とかも含めて要請するってこととあと見たままだとよくないんで問題解いてもらうってことをあのすごく強化してる講座かなっていうふうに位置づけてます。で一応ね あのこんなななような中身になってますね試験に出そうな最,近最新の統計このあとどんなリストかっていうのをミスしますけどそういういところをざっと押さえてますで特に第1章からの中身についてはその場で問題集して知識確認しててでパート3のところなんか見ていくと、まあ、全体的にキャリアコンサルティングってこういう対象者いたよねってことの、ね、対象者の像なんかも分かるというところになるので結構役に立つんじゃないかなというふうに思ってます。 でパート1のところでは前回とか前々回の試験の振り返りと「能力開発とキャリアコンサルタント」っていうところをねこんなところをちょっと見ていこうかなと思ってます。で基本統計編がパート2でここではよく出てた労働経済学書あたりを中心にあと基本統計をねちょっと見ていくというところでね。でパート3では障害者女性若者シニアなんてところを取り上げてる統計なんかをざっと見ることによって。 まあ、とにかくこういうことをやることによってキャリアコンンサルタントととしててての力をつけいいいく講座ううふうに捉えています、はい、結構負担は大きいというふうに思いますおそらく全体で67時間かかると年,年度だけでもかかるんですけど問題ついてますからもっと時間がかかりますのでですので「スピードマスター」って書いてありますけど10分20分で終わるものではないんですよってことは気をつけてくださいと、ね、いうとこですけどただ一つ言えるのは例えばねこうやって青字とか振ってあるのは。 まあとりあえずここら辺見ときゃいいんじゃないですかみたいなねですんでパート1とパート2の前半だけ見てねとりあえずちょっと力つけていただくって使い方なんかもできますしねまあそんなことも含めてうまく使っていただきたいなと思います。ですんでねあのこの統計皆さんが過去問とか解いてとかねあと受験経験があって統計とかで、まあ、空白をなめたという方に是非 あの使っていいたただきたいなと思うんですけどまあ一方でちょっとこういう使い方すると良くないなっていうのは、まあ、要するにまあ軽く見ときゃいいよねみたいなところとかねまだ理,理論とかあのいわゆるよく出る倫理考慮とか法律とかやってないんだけどとりあえずこれから見ようっていうのにはちょっとおすすめしないなっていうふうに私的に思ってますので最後の仕上げ段階でもうワンランク上の、ね、レベルまで含めて考えていくのに すすごくいいいい座かなっっててうふにに私的には思っていますで特にこの後ね例えば2級とか1級の技能士とか目指し特に1級の技能士なんか目指されている学科対策なんかにも結構ここにまずベースにするとなるんじゃないかなっていうレベルのところまで取り上げてますので、まあ、ぜひうまくね使っていただければなっていうふうに思っております。じゃあね あの皆さんの本当にその学科試験対策でうまく位置付けて使っていただきたいなと思ってますんですごく応援してますのでもしよかったらまあ、ちょっとね試しに使ってみていただければなというふうに思います以上でね統計資料スピードマスター道場の紹介でしたありがとうございましたではもし講座でお会いしましょう